神社があって、その脇の方なんですけど、脇にずっと行ったなんか。多分この人暗い時に行ったら結構やばいです。狐のね神社があるっていう。うん。狐、はい、狐に呪われたみたいな感じで言ってて、でもそれも冷やかしだろうね。やっぱ狐のね、やっぱ稲荷ということで。なんだ、雰囲気が変わってきたな。ここだったかな。なんか登るとこあるよ。おはようございます。今日はね、どこに行くかと言いますと、西条稲荷になってきました。うん。そのわけですけど。でも結構西条稲荷神社があって、その脇の方なんですけど、脇にずっと行ったなんか、狐のね、神社っていうのがあるっていう。うん。はい。狐に呪われたみたいな感じで言ってて、でもそれも冷やかしだろうね。冷やかしって。呪われたって人おるんですか？うん。狐の霊がついてるみたいな。キューブな。うん、でもなんもないよ。上上がったら、その結構なんか僕わかんないですけど、行ったことないですけど、怖いっていう風に聞いたんで、まあ、どんなのかなってのを一緒に行ってみたいなと思って。うん。でも足音がね、てかいいのかな。なんだろうな、みんな。言ってるけど、なんかなんかあるんですかね。さっきお人振って、うん、そうそう、なんかあるんですよ、あれちょっとね。多分この人は暗い時に行ったら結構やばいです。うん。あ、もっとだ。こ。え、これ。キツネ。まだ先に回ったと思う。入りやすいとこ。今日のところはここです。今日の行く場所は、西条村降臨の霊地。ちょっと今日はここに行こうかなと、今日のねマップなんですけど、こんな感じになってます。やっぱ狐のね、やっぱり稲荷ということで。消火器が多いな。なんだ、雰囲気が変わってきた。わ、すごい、これ綺麗に上の。こっちや。面白いかもしれません。なんか全然知らん感じだったので。こうやってまだ電気がちゃんとついてるってのがすごいな。うん。ここだったかな。なんか登るとこあるよ。あ、ここじゃないよ多分。もうちょっと先行ってみようか。でもだいぶ先やで。マジですか。
右、ここ、あ、左、奥、うん、足きついよ、多分根っこが危ない。看護器みたいな。さあ、怪しいな。オッケー、奥。え、ちょっと待ってよ。え、パワースポットお願いだから、ここが。これ朝行ったやつね、なんか。そうだな、朝に見るにはいいかもしれない。朝行ったら天気だな。年末これもお参りするんですか。それあると思うよ、登ってね、修行のような感じでね。確かにすごい道ってこと。これが、なんか書いてある。レイチ。なんか不気味やな、奥。奥。ゴーゴーゴー。このおかみさんだな。このこれが、ここが目的地です。まあでもこれもすごいんだけどね、このすごいよ。なんか書いてある、いろいろ書いてあるな。できた時は日本一でしたと。絶景案内、水攻めの跡だって。こう、お疲れ様です。はい。いや、あの、僕なんか最初見ないから隣っていうのすぐ近くかなと思ったんですよ。まあ歩きましたね。でも結構なんか道は険しかったんで、途中僕落ちかけたとかあって、まあでも結構道は険しかったんですけど、まあ怖さレベルから言ったらちょっとね、うん、低いかなって。そうですね。まあでもなんかすごい夜景とか綺麗で、なんかその健康とかにいいし、なんかね、その怖さを求めるんじゃなくて、冷静に、ただそのパワースポットとかも 2,3 個あったんですよ。僕もお願いします、お願いしますってこうやって祈ったんで、まあそのなんかそのパワースポットだったり、そういう健康のために上がるんだったら嫌と思うんですよ、やっぱり。そうだね。まあね、今日は、はい、はい、うん。おぉ、誰か人が。誰か人が。お、なんか、おったの知らんかった。いました、いました。知っとった。また、なんでちょっと、今日はね、どこに行くかと言いますと、ここは、え、伏見稲荷でしたっけ。京都や。伏見稲荷は京都や。最上稲荷。最上稲荷、そう。僕は、伏見稲荷は違うよ。最上稲荷やってました。うん、したわけですけど、だからここね、大丈夫だ。今日は、今日はなんか僕京都の最上稲荷行った時も、あれ伏見稲荷、伏見稲荷行った時もめっちゃ夜だったんですよ。元カノと行ったんですよ。そうなんや。夜だったの覚えてます。え、パワースポットお願いだからね。ここが、じゃあ、コミの方お願いします。コミの方お願いします。コミの方お願いします。アバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。